イコテンの羽休め。イエーイ。本日パーソナリティを務めますは、緑色担当かなたゆうかと、赤色担当ねこみちゃんぱと、水色担当みなまかほと、紫担当しずきとわです。イコテンです。よろしくお願いします。お願いします。8月最終かな。そうです。早いですね。もう夏終わっちゃうよ。バイバイというえ、でも寒くなるのは多分11月とかだよね。まだまだ先じゃない。暑い。やだな。暑いね。はい、ということで今回はですね、羽休め何を語っていこうかなというところなんですけども、はい、まあ、ちょっと前にね、うん、話しておりました。ファンネーム、うん、はい、ハッシュタグイコテンの羽休めで皆さんの案もぜひ聞かせてくださいみたいなことをね、うん、言ってたと思うんですけども、はい、まあ、ありがたいことにね、何件かいただきましたので、はい、まあ、ちょっとそれを紹介しながら、もう今回でもう確定してしまおうかなと。決まるかな。どうかな。イコテンのファンネームを、はい、はい、ね、まあ、ということで、まあ、ちょっとまとめてきたんで、はい、一個一個読んでいきましょう。はい、はい、数日前からファンネームを考えていて、何個か候補をメモってた。さすがに心中の白子は恐れ多いかも苦笑いというコメントが来ております。白子ね、自分たちも上がってたね。そう、うん、前回出たのが白子と白子天丸。白子天丸。なんだそんなんあったっけ。白子天丸船みたいなやつあった。と、イコ丸か。あ、そうだね。うん、まあいろいろあったけども、うん、白子は恐れ多いかもで画像までつけてくれてます。いや、確かにかっこいいよね。でも白子いいよね。ちゃんと羽生えてるよこれ。確かに。そうなんや。素晴らしい。白子捨てがたい。西の守護神やしね。ね。はい、続きまして、イコマルに一票。イコはメンバーで、天翼、つまり翼を授けるのがファンなどと考えているうちに、私たちに翼を授けてくれますかに対して、ファンが丸ってな光景が目に浮かんできたっていうので、まあ、イコマルがふさわしいのではと思うようになりましたっていうコメント。いいね、すごい掛け合いまで考えてくれてる、ね、素晴らしい。想像力がすごい。みんなしてくれるかな。丸って丸って、丸って、そう、してくれるかな。してくれるかな。三角とかなんか忘れてそうじゃないみんな。ねえ、うん、すごいね。ありがとう。ありがとうございます、うん、はいはい。続きまして、イコテンがイコテン欲ならファンネームも四字熟語から作るのがいいかなと思って考えてみました。固形参照って四字熟語が虎も入ってて意味もいい感じだと思うから、過去意味は調べてみてとのことです。うん、うん、なんか調べて。固形参照とは、固形参照とは、虎に警告の刑に三つに笑う。全然この文字からはね、全然想像ができない。三笑う。一応なんかそのファンネームの候補で、固形三角笑、固形三、うん、固形三角、うん、こう、こきる、多分スリーじゃない。あ、固形スリーか、うん、で、固形三、みか、あ、み、み、カタカナのみ。みは虎の爪跡っぽいし、光るもの、輝くもの、響くものとかって意味もあるみたい。へー、そうなんでしょう。ある物事に熱中するあまり、他のことを全て忘れてしまうことの例えだって。なるほど、面白いね。なるほどね。みんながイコテンに夢中になってるってことね。あー、なるほど、いい解釈。いいね、いいね。素敵、ご計算。同じ方からいただいております。イコテンファンネーム考えてみてパート2。チコと金色の翼って話があるのだけど、そこからチコっていうのはどうかな。もし漢字とかにするなら、千に虎でチコとかかなという。虎、千とチコ強そうね。チコ、あれ、なんかそんなのなかったっけ。チコちゃんにあった、チコちゃんに怒られるやつみたいなやつ。あれはもう全然違うチコちゃんだ。違うチコちゃんだ。ずっと怒ってるチコちゃんだ、ね、タラタラしてんじゃねえよみたいなこと言うやつ。ああ、言うやつ。ね、みんなに鼓舞されるのか。はい、続きまして、虎という文字を入れたファンネームについて考えているうち、イコテンの現場を盛り上げる人たちはいわば虎使いなのではないかという思いに至ったと、うん、とのことです。確かに、虎使い、確かに。なんか難しいよね、うん、そのさ、私たちが、うん、このファンみんなのことをかきたてるのか、うん、ファンが私たちをかきたてるのか、
なるほど。虎使いだと自分たちペットだね。そうだね。ね、ちょっと難しい。虎使い。はい、続きまして。ファンデマン1、この方ね、4つ考えてくれてます。おー、すごい。イコ天から猫天。猫に、猫かわいい。猫にもなれば虎にもなる。同じ人が時と場合により、または相手の態度によっておとなしくも凶暴にもなるという言葉から、猫、う、天、ん。わー、すごい。かわいいね、猫天。うん、かわいい。力天。てこの原理で最初に力を加えるところ、最終的により大きな力になるので。おー。科学の授業で習った。続きまして、ファンネーム2、イコ天。イコ天翼に加えるものとして翼、ウィング。3、ウィリアム・ブレイクの詩、虎、ザ・タイガーの冒頭、虎よ虎よ夜の森に、火のように輝く虎よからフォレスト。SF 小説、虎よ虎よからノーマット。ほうぼうみん、放浪の民。すごい、ちゃんとなんだっけ、これ参考引用、うんうん、までちゃんと書いてくれてる。フォレスト。本人も書いてるけど、まあまあマニアックよ。フォレストで、かっこいいよね。かっこいい。フォレスト。燃えてる感じがするわ。うん、続きまして、これ同じ方の最後ですね。雲は竜に従い、風は虎に従う。うん。竜、風子立派で聡明な君主のもとには優れた、カジカジ天下え、なに神下神下え神下神下え、なんていうのうん、あと天下じゃないしな、漢字が読めません。優れたここカットしませんからね。優れた進化。ああ、家臣の逆が進化が出現し、これを助ける、またふさわしいものを伴うことで物事がうまくいくから、風風フォン風子フォン風あフォンフォン風風子っていう意見がいただいております。中国みたいで可愛い ねフォンフォン可愛い。あともう一個あった。シャーフー羽休めでも語られていたが、古代中国の思想五行説によれば、指針の一つである白虎は、西を守護を象徴するので、読みは西風、西風、西などあるが、シャーフーと読ませると猫っぽいかも。シャーフー。シャーフー。かわいい。かわいいシャーフー。威嚇しちゃってんじゃん。シャーフー。シャーフー。なんかすごいね、みんなさ、めっちゃちゃんと考えてくれてる、意味とかめちゃくちゃ。やっぱ虎が多いんかな。そうだね。続きまして、イコ天翼、イコ天、イコ天、イコ天、翼なくねえなら単純に翼でいいんじゃね。他の候補は羽、コトラ、トラタミ、イコマル、コテツ、天翼、イティシー、あなたならどれというコメント、うん、いっぱい考えてくれております。ありがとうございます。いや、みんな虎がついてる ね全体的に。わかりやすいもんだって、うん、だってイコ天のロゴも虎ですからね、うん、そうね、わかりやすい。そうそうそう、虎から取る、やっぱ虎から取った方がいいのかな、ね、虎から。まあ、みんなの思いをね詰めるんだったら、そうだね。まあこのようなね、あのご意見いただきまして、うん、まあね、あのこれを撮る前にちょっといろいろとね、メンバー各々でも考えたりとかいろいろしてたんですけど、どうですかみんな、どんな感じ、これ良さげみたいな。純粋にトラは入れたいね。そうだね。あ、まあそうだね。まあ分かりやすい方がいいよね、うん、結構なんかイコテの名前があのあれじゃないですか、ちょっと説明が必要な名前だから、そう、逆にファンネームはちょっと分かりやすい感じで、うん、なんかもうほんとなんかイコテンさんチームみたいな。そうやね、なんかでも、ね、虎の言葉って全部かっこいいし、確かにすごいいい意味が込められてるなっていうのはみんなのおかげで分かったなっていう感じだから、でも私もパユと一緒で虎入れたいなって思う。うんうん、虎ピクミピクミン、どこにトラ入ってんのよ。トラミン。トラミン。トラミン。トラベルミンみたい。酔い止め。トラ。なんかこう、トラが入ってる言葉から文字るとかね。トランペット。トラブルダークネス。トラブルダークネス？それ、ラッキー。ラッキースキルのやつか。ラッキースキル A のやつじゃん。ああ、トゥーラブか。そうそうそう。あ、いい、いいね。トゥーラブ。え、みんなラッキースケベの、いいの？え、でもトゥーラブでしょ？あなた愛を
もらえるってことでしょ。トラブ、トラブ、トラブ、うん、いや部員募集中みたいな、トラブ、あ部活の部で、そうトラブ部員になってくれないか、いや部員になってほしい。トラブ部員募集中的な感じで、うん、どうですみんな、まさかのトラブルから派生しましたけど、ね、叫べてないじゃないぞ違うぞ違うぞ、トラブ部活の部、まあ、表記とかまたね、ひらがなかカタカナかとか漢字かとか、うん、でもなんか漢字はかっこよすぎるよね、うん、どっちがいいかな、ひらがなかわいいけどね、ひらがなかカタカナか上か下かで決めよう、いいよ、うん、どうやったっけ、上が、上がひらがな、ひらがな、下カタカナ、下がカタカナ、どうやってしたらいいの、普通に指さすだけ、あそういうことね、上がひらがな、ひらがな、下がカタカナ、はい、せーの、はい、うぅ、あ、すごい、満場一致でひらがなです、ひらがな、びっくり、じゃあひらがなトラブルで決定、トラブル、トラブルじゃないよ、あれあれ、私トラブルって言った、失礼失礼、ひらがなトラブルで決定です、はい、イエーイ、イエーイ、部活の部だね、そうそう、うん、そうだね、うん、みんなのトラブルは起こさないように、はい、はい、ということで、はい、ということでイコテンのファンネームはトラブに決定いたしました。皆さんよかったらね、プロフィールとかにねトラブ書いてくれたら嬉しいなと思います。部員募集中ということで、はい、改めまして皆さんですね、イコテン、ハッシュタグイコテンの羽休めでたくさんご意見いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございます。かなりね熟考しましたよ本当に、はい、めっちゃ悩んだよ、トラブということで、うん、どうぞこれからもイコテンをよろしくお願いしますというところで、お時間来てしまいましたので今回はここまで。皆さんの羽も休めることができましたでしょうか。本日パーソナリティを務めましたはかなたゆうかとねこみちゃんぱとみなむかほとしずきとわでした。また夢でお会いしましょう。おやすみ。トラブ